白岩会計事務所の白岩です。東静岡駅近くの会計事務所で代表を務めております。今回はですね、静岡市の葵区で親子家族関係が複雑で、親の相続が起きた時が心配だよと思われている方へのメッセージです。家族関係が複雑で親の相続が起きた時にちょっと不安だな、心配だなと思われている方へのメッセージですけども、その家族関係が複雑になるということもいろんなパターンが考えられますね。兄弟仲が悪かったり、親と反りが合わなかったりすることもありますし、親が再婚して、連れ子だったり向こうの前妻の方に子供がいたりというようなことで、いろんなパターンで複雑になることが考えられます。で、そういう場合の相続はですね、揉めるケースが多いですね。悲しいんですけども、揉めてしまうケースが多いです。で、その時に揉めないためにどうするのがいいかというと、事前の対策を取っておくのが一番いいです。事前の対策ですね。で、その対策に関してもいくつかのやり方があります。いくつかのやり方がありますので、もしご興味ある方は一度ご相談に来ていただくのがいいのかなと思います。ご相談に来ていただいて、いろいろお話をお聞きする中で、その方にとっての採用の最適な解決法をご提示したいと思いますので、ぜひ、ご興味ある方は私までご連絡いただければと思います。